さあ続いて金谷さんいきましょうか、はい、お願いします。お願いいたします。今日のテーマはこちらでございます。オリンピックは平和の祭典になりうるか。IOC 国際オリンピック委員会のパトリック・ヒッキー理事がおととい、リオ市内のホテルでブラジル当局に身柄を拘束されました。ヒッキー理事はリオオリンピックの観戦チケットを不正に高額で販売した事件に関与していた疑いが持たれています。そうなんですよね。やっぱりオリンピック、そうね、こういう不正というのが出てくるわけですけど、やっぱこの不正というのはもう今に始まったことではなくて、これ実はもう本当にこの古代オリンピックですよね、紀元前の、はいはい、そのあたりから結構生まれてきてはいるんですよね。そうなんですか。で実はまあ古代オリンピックについてちょっとお話をさせていただきますと、はいはい、まず始まった理由っていうのが紀元前776年、だいぶ昔ですよね。古代オリンピックですよ。そうです。そしてこの時にオリンピック、うん、なんでオリンピックが平和の象徴かと言われてると、うんうん、古代オリンピックっていうのはここにもあるようにオリンピック中は戦争をやめなきゃいけないという決まりがあったわけですよね、うんうん、でなんでこれができたのかというと、ギリシャの神様にゼウスという神様がいます。そのゼウスという神様に奉納捧げるものがオリンピックだったわけですね。だからそこで戦争をやりながら捧げるなんてそんな失礼じゃないかってことで、それで停戦をしなさい。で逆に言うとこれがいい戦争をやめさせるきっかけになるわけです、うん、で戦争ってほら始めたはいいけどなかなかやめる、終わらせようと思っても、うん、やっぱり終わらせられないわけじゃないですか、うん、その時にこのオリンピックがありますっていうことで終わらすことができる。もともと最初はこれスパルタとエーリスの戦争のそのやめさせる目的でやってたわけなんですけども、そういう形で、まあ、大体だから当時ギリシャで4年ぐらいで戦争が一旦休戦するとか終わるとか、だからオリンピック大会やってる時、裏ではもう外務の人たちがみんなで、ね、交渉、そう終戦交渉とかをやるというね、そういうような場だったんです。しかしそのオリンピックがちょっとおかしくなってくるのがこちらの紀元前146年、ギリシャがローマに支配される。ローマというのはカトリックです、うん、いわゆるそういうような形でいわゆるギリシャの神様とは違うわけなんですよね、キリストですから。だからそこでオリンピックというのがだんだんと神に捧げるものっていうところから、どちらかというと賞金目当てとか名誉をもらうとかね、それでだんだん選手もプロ化していって、それでちょっと本来の形、ここでやっぱ不正とかも跋扈していくようになってくる。やっぱお金が動くと不正が出てくる、そういうような形になるわけなんです。そして最後、紀元393年、これ最後のオリンピックなんですが、実はこれ世界史をやってらっしゃる方ならその前の年何があったか、紀元392年といえばローマでキリスト教が国教化する、つまりもう国の宗教がキリスト教になるからゼウスに捧げるという意味合いがなくなってしまって、もうオリンピックはやめましょうということになるわけなんですね。第293回って古代オリンピックってものすごい回数開かれて、いやすごい歴史ですね、そうやって考えるとね、やはりだからまあそういうようなもともと奉納するものですから、はい、神事ですね。そういうものがあったわけです。そしてこの精神をじゃあ近代に受け継いでいきましょうということで、そうです、1896年第1回のアテネ大会が開かれるわけです、うんうん、第1回のアテネ大会はまだね良かったんです。何が良かったのかって、結構もうみんな自費で参加するし、もう水泳は海でやりますし、あとボートは悪天候で中止しますからね、貴重な写真ですね。そうなんですよ、1896年アテネオリンピック、アテネオリンピックですね、うんうん、そういう形だったんですが、もうこれやっぱり神に捧げるとか神事っていう意味合いがないので、第2回のパリからも優勝者に賞金が出ちゃうわけなんですよ。で第3回セントルイスではこの有名な不正マラソン事件、これ何かというとね、マラソンやってても、もうダメだリタイアしようと思って、その辺にあった車に乗った人がゴールの近くまで行った時に、あれ元気になったぞってことで走っちゃってゴールついちゃうんですよ。それで金メダルってなったんだけど、その車運転した人が俺の車乗ったよって言ってバレちゃうんですけど、そういうような形でいわゆる何が起こるのかっていうと、ね、いわゆるこういう不正とか、あと誹謗中傷合戦ですよね、いわゆるもう国同士でのね、そういうのがバンバン起こるようになったので、第4回大会の時に参加することに意義がある。これはその時にいわゆる高尚なことよりは、そういう不正とか誹謗中傷ばっかりお前ら知ってんじゃねえよっていう意味で唱えられた言葉っていう、ちょっとまあ恥ずかしい言葉ではあるんですけども、そういうような形になっていったわけです。さあそしてこの後
1914年第一次世界大戦が始まるわけです。さあその第一次世界大戦の時にオリンピックは戦争防止の機能を果たすか、果たしません。1916年中止、中止です。もう見事に中止しちゃうわけですよね。そう、さらに1936年ベルリンオリンピック、さっきの栄光のランナーですけど、この時にプロパガンダ3つあるわけです、うん、まずは聖火リレーですね、うん、それから巨大競技場、そう、石の、ね、いわゆる今までの競技場の10倍で10万人入る巨大競技場を作ったりとか、アウトバーンもそうなんです、いわゆるそういうようなもので、まあ、国威発揚に使われてしまう。そしてその後は1940年の中止、44年の中止、そしてさらには戦争終わった後はね、もう敗戦国、日本は参加させてもらえなかったんです、最初のオリンピックの時には。そういうような形で、いわゆるもうだからこれで古橋宏之進が金メダル取れなかったとかいろいろあるわけですけど、そういうのがあったりとか、あとこれですよ、1976年モントリオールですよ。ここで市が莫大な負債を抱えるから、ここからですね、やっぱりいわゆる商業主義的なオリンピック、かつ政治的な意味合いを持つオリンピックっていうことになってしまって、それが今のオリンピックなんだよなっていうことなんですね。そうですね、こうやって見てたら、まあ、理念はいいんだけども、なかなかそれが現実に追いついてないところはやっぱりあるんですよね。 そうなんですよね。そこをどういうふうに追いついていくのかということを、もう一回ちょっと歴史から考えていくべきなのかなと思ったわけです。さあ現代も戦争続いております。それは後ほどニュースオリックでお伝えしましょう。金谷さん、ありがとうございました。